こんにちは、フィーフィーです。福島原発の処理水放出について IAEA、e、国際原子力機関が何ら問題がないと発表しました。7月4日、IAEA、e、の事務局長が福島第一原発の視察を終えて記者会見を行いました。でそこで日本の処理水は国際的な安全基準に合致していると発言しました。 そしてその次の日の7月5日、福島まで行って処理水を排出基準以下にまで薄めるための施設や処理水と同じトリチウムの濃度で飼育されているヒラメの実験施設なども視察しました。これ IAEA、e、A はこれまで自分たちで独自で検証してそしてこうしてその後も現地を視察して問題がないという結論を出しているわけです。 ただ相変わらず IAEA の科学的根拠を無視してこれに反対しているのが韓国国そして中国なんです。まあ、中国はポーズだとして韓国は国内で一部政治家や反日団体が「汚染水だ日本の汚染水で海が汚れる!」と大騒ぎするもんですからそれに多くの韓国国民が流されてしまっているんです。 韓国国民のなんと8割が日本の処理水放出について心配だと答えているという世論調査の結果もあります。まあ今極力日本との摩擦を避けたいユン・ソン・ヨル政権は IAEA の報告書を尊重するとは言っているんですが問題は韓国の最大野党共に民主党なんですえ。ここが汚染水、汚染水と連日大騒ぎしているんです。 韓国のメディアも一緒になってデマを流しているから立ちが悪いんです。でもこの共に民主党は韓国国民から人気なんですね。日本を叩けば叩くほど支持率が上がるから止まりません。韓国最大野党共に民主党は福島の処理水について IAEA、e、が国際安全基準に合致するという最終報告書を出したことに対してもこんなのは検証されていない空っぽな報告書だと反論しているんです。 もう科学的根拠もも否定すす。るなんて馬鹿げてげますもうキリがないですよねさらには最終報告書は衛生学者による判断だとか処理水についてえこんなのを口にするくらいなら汚物を食べた方がマシだともうずいぶん汚い言葉で批判を続けているんですえこれ最大野党の代表が言っているんですから呆れますよね こうして幼稚で下品な発言に対して、韓国与党国民の力が国会議員の品格を維持する義務に違反したとして、共に民主党のイ・ジェミョン代表などを国会倫理特別委員会に提訴しました。なんかもう韓国国内めちゃくちゃですよね。ただ韓国にもまともな人はいます。というか、韓国にも原子力に関する専門家はいますからね。 そこでちゃんと研究していたら、韓国の反日勢力が日本の処理水について汚染水だ、海が汚染されると大騒ぎしていることが間違っていることぐらいわかるんです。で、韓国原子力学会主席副会長で大学原子力工学科の教授が福島の処理水に関連して、いつまでもこの件で永遠と揉めることはかえって国民の 不安を煽る勢力に利益を与えることになると、これ、驚くほどまともなことを言っていました。これ、日本の産経新聞の取材での発言なんですが、 まさにその通りですよね。その上で日本政府はぐずぐずしていないで、速やかに処理水の放出を始めるべきだ。それが韓国国内の世論の反発を抑える方法だと、こう韓国の教授は主張したんです。もうあまりに韓国側の教授がまともなことを言うもんですから驚いたんですけれども、本当に日本政府に一番聞かせたい意見なんですね。 というのも日本政府は未だに韓国に理解してもらうまで説明をしていきたいとかそんなことを言っているんです。韓国の処理水にイチャモンをつけている勢力はもうこれ以上何を説明しても無駄ですからね。彼らは反日ベースの主張で日本のすることは悪いという結論ありきで処理水放出に反対しているんです。 しかも、処理水放出が不安だからとかそんなのではありません。IAEA、e、も、韓国国内の学者たちも、韓国の原子力機関も、日本の処理水は問題ないと結論付けているのを知ってて、それでも反対しているんです。日本がやばいことをしていると、韓国国民を煽っているんです。 その理由は韓国の最大野党ともに民主党が日本叩きで韓国国民からの支持を集めたいからなんですね実際ユン・ソンニョル政権の最新の支持率は38.4%不支持率は53%でしたもう屈辱外交と言われながらもう日本にすり寄ってようやく日本から経済支援を取り付けてもこの結果ですからね。 韓国国内ではおそらく日本から経済支援してもらっていることが積極的に報じられていないのでしょう。だから韓国国民は日本に助けてもらっていることを知らないのかもしれません。だから反日の政党の方が韓国国民には人気なんです。で、先ほどの韓国の原子力関連の教授なんですが、産経新聞とのインタビューでこんなことも言っていました。 日本政府がもし科学的な理由もないのに処理水の放出を 2年遅らせてしまうなんて言えば、韓国国民を説得しようと活動してきた私たち韓国の科学者は、やはり日本の処理水は危険だったのではないかなどと間違った印象を与えてしまい、国民から疑いの目を向けられるだろう。そしてここからさらにこんなことも言っているんです。我々科学者には守るべき本業があり、 このままだらだらこの件で揉めればデマを流すのが本業である煽り屋に立ち打ちできなくなるむしろ私は日本政府が3、4年前に処理水を放出してもよかったと考えている騒いでいる人たちは科学的な知識もないのに言いたいことはあるという人たちに過ぎないこんな勢力が韓国の世論を先導しているとここまでのことを韓国の教授が言っているんです 日本の松野官房長官は7月4日の記者会見で日本の処理水放出について今後も周辺国に日本の立場を丁寧に説明していくと話していました。 また近いうちに日韓首脳会談を開いてここでも韓国側に説明したいとも話していましたがもう IAEA という国際的な原子力機関が問題はないと言ったんだからもそれで終わりでいいと思いますしかも韓国のユン・ソンニョル政権も IAEA の判断に従うと言っているんですもうこれ以上説明する必要はないんですよね余計なことをするから あたかも日本の処理水がまずいんじゃないかと怪しまれるんです。大体いい日本の処理水が基準値に達していないなら、その他の国の処理水なんてもっとやばいということになりますから、韓国だけが日本の処理水について大騒ぎしていることが恥ずかしいわけです。ちなみにトリチウムの除去は科学的に難しくて、海外でも基準値以下に薄めてから海や大気中に放出しています。 中には福島第一原発の排出量を大きく超えている原発も少なくないんです。経済産業省によると中国の原発は福島の6.5倍の濃度のトリチウムを放出していますし韓国の原発も福島の3.2倍の濃度になるそうです。よく日本に文句が言えるなと思いますよね。それでも基準値ないと言われているわけです。 日本の処理水だけ大騒ぎされるのはおかしいんです。日本政府は科学的根拠に基づいて速やかに処理水放出を進めるべきです。さて、ここまでお話ししてきましたが皆さんはどう感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せください。そして、フィフィチャンネルの登録もお願いします。